暑すぎて汗だくです。汗だく、つゆだく。うどむさん、アイスありがとうございます。こんばんは。やするぱんさん、みきやくんありがとうございます。アイス。タイピーエンさん、ありがとうございます。トリケラトプス。こんばんは。1日の花だれ投げました。そう、1日にね、花だれがあります。8月は一発目。まるともちゃん、アイスありがとうございます。さっき発表されたのかな。こんばんは。1日は飲み会があって行きません。了解です。飲み会か、いいじゃん。飲み会。ケンさん、アイスありがとうございます。コナンさん、メタボネコさん、ありがとうございます。そう、明日は四国公演です。半年ぶりの。小豆島へ行こう歌った。いいじゃん。ケンツーさん、かわいい、ありがとうございます。10ヶ月ぶりの四国公演。もう1年じゃん。そんな前なんだね。そんな感じしないけど、ちょっと前髪が汗すごいからドライヤーしようかな。ドライヤーないか。ここにはお風呂上がりじゃないです。外にいただけ。暑いよね、やばいよね。お風呂上がり並みだよね、きっと。前髪。お風呂上がりかと思った。そんな濡れてる。嘘。コンビニ行っただけですよ。コンビニへ行っただけです。前髪だけだよ、汗かいてるの。それ以外は書いてないです。お風呂上がりはもっとやばいよ。いや、コンビニ行ってたんですよ。で、まあ、2個コンビニ行ったんですけど、買い忘れて戻って、そう、遅くなっただけ。なんか買おうと思ってたものを買い忘れて、あ、どうしよう、でも配信後また行くんだるい、もう戻ろうと思って戻ったかな。ちょっと遅れただけです。雨は降ってないですね。雨降ってないよ、広島。晴れ。え、でも急いだ、結構急いだもん。配信があるけんと思ってめっちゃ急いだ。18時ぐらいに家出て2軒コンビニ。結構早くない？急いだんですよ、早歩きで。めっちゃ急いだから。だから実質コンビニ3個行ったんですよ、引き返したから。
汗だくにはなってない、前髪だけです。あ、だくにはなってないよ、あの帽子かぶってたんですよ。だから帽子かぶったら前髪がぺったんこになるのね。それ中陣さんアイスありがとうございます。帽子をかぶってたから、帽子かぶってちょっとでも汗かいたらぺったんこになるんですよ、マジで。それです。ミラクールさんアイスありがとうございます。こんばんは。土砂降り？マジ？どこ？何県？ケープしとったけんカピカピなんだ。前髪傾いてたから。雨降ってるんだ。あれそうや、 90% やったっけ今日も。降ってなかったよ。服部さんアイスありがとうございます。もうこれでいいか。これでいいや。固める。固めました。完璧。元通り。しかも髪の毛結んで出てたから、帽子かぶって髪結んでたから髪の毛は汚い普通に。あとつきまくり。ルカさんアイスありがとうございます。固まるよ、ほらすごいでしょ、前髪動かない。固めました。サングラスはしないよ。モモンガのぬいぐるみは昨日ぐらいからいます。命綱作りをしようと思っている。明日の四国。命綱作り。ソファー買いたくなってない。でも今アマゾンプライムデーだからテーブル買うなら今やなと思ってちょっと検討している。楽しみね。地味にやばいですわ。配信しながら明日の予習をするという両立。命綱作り。そう、ダイニングテーブル買うんですよ。こんばんは。よし。
地図な作らなきゃ。リハーサルの時に持つ紙。まず1曲目小豆島見たい？あるかね。1曲目 1.5 1.5 で踊って0.5 歌割りかな。そんで 2.5 いって1.5 公演の大事な時にコロっちゃってすいません。え、コロっちゃったの？それは大変。間違えた。小豆島の振り付け頑張って練習中ですって。どこを覚えたいの？小豆島の振り、サビ難しくない？四国グッズも明日はあります。 KM さんアイスありがとうございます。サビを踊れるようになりたい。でも簡単だよ小豆島のサビ。足なくていいなら、足入れたらちょっと難しいけど、てて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 左右左左右小豆島、左右小豆島、何やっけ。思惑なんかないけど、こうやってこうやって回してパタパタみたいな。小豆島へ行こう、口に出してしまった、言ったことありゃしないのに。まあ覚えんでいいと思うけどね。で次は「そうのトゥ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 」、ここ足は難しいんですけど、足なかったら「そうの島へ行こう」「うん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 」ですね。はい。で次はこれ。ピンときた小豆島、水が僕にもわからない。ピンときた小豆島、本当は出無商店旅行、ここはフリフリ。本当は出無商店旅行、なんか嫌いでも君なんやっけな。君とならばいたっていいよ、おおかなだけです。簡単かもね。ふと空が見えたです。あ、ここが動いた。どっちのかな。一番はふと空が見えたみたいな首だけ。頑張って覚えます。
え、でも踊ったら邪魔にならないです、客席で。そう、私今へ行こう。ですよ。いいかな、時間僕にもわからない、ピンときた小豆島、本当はデビューショーで旅行なんか嫌いでも君とならばいたっていいよ。おお、頑張ってください。家とかで踊る意外といけるかもよ、ゆっくり。なんか私もダンス覚えるの苦手だから、アイドルさん踊ってんの見たら何これむずってなるけど、こうやって説明されたらさ簡単に覚えてきたじゃん。えいえいほいみたいな、ほいほいほいみたいな、ゆっくりやったら意外と簡単なことをやっているみたいな感じ。小さめにフルコピーしてる、いいね。かんすけさんアイスありがとうございます。明日楽しみにしてます。まあ、ショールームにもね、小豆島入ったけんいつでも歌える、またいつでも。こんばんは。こんな感じですね。もう命綱の配信終わってからにしよう。よいしょっと。会場のおすすめグッズ、一応ねグッズは出るっちゃ出るんですけど、個別ではないから、一応ね明日から、明日からなんかな、明日四国観光大使のグッズが出るんですけど、おすすめかどれやろな、3つあるんですよ、アクスタ2種類と、あとはビッグタペストリーがありますけど、自分的にはタペストリーの方が欲しいけど、どうなんだろう、まあ、四国を推してるんだったらアクスタもいいかもしれない。四国推しとか四国ユニット推してますみたいな、まあ欲しい方がいればって感じで。みっちさんアイスありがとうございます。りかちゃんこんばんは、お誕生日おめでとうございます。お誕生日遅すぎないか、2ヶ月経ちました、誕生日から2ヶ月か、ちょうど2ヶ月ぐらいだ、早っ、え2ヶ月、え1ヶ月か、1ヶ月だった、早いと思った、もう2ヶ月も経ったっけ、1ヶ月じゃん。あきさんアイスありがとうございます。リサーチャーさんアイスありがとうございます。なんかどうしても今8月って思ってしまうんですよ、昨日から。なんかこの前も配信で言ってたよね、来月って9月かって、なぜかすごく8月だと思ってしまっているんですよ。まだ7月ですもんね。なんか8月っぽくないね。だから来月9月な気分すぎて、そう。来月9月ねみたいな。
なんでやろ、なんか8月っぽい。びっくりした、誕生日からもう2ヶ月経ったんかと思って、時の流れ早すぎと思ってたら7月か。それなら納得です。イヤホンどこやったっけな。8月の気持ちわかるでしょ。こんばんは。ひまわり咲いてる？もう咲いてる？もう咲いてる？こんばんは。もう夏は終わりな気分って、それは早すぎ、まだ始まってすらない。あ、いや待った待った、ないなと思ってたらあった。ひまわりはもうちょい後よね。今年ひまわり畑で写真撮りたくて麦わら帽子を買ったんですよ。夏嫌いです。だからひまわり畑は絶対行こうと思っているんです。麦わら帽子買ったので白っぽい、絶対行きたい。ひまわり畑、小豆島芸人、島へ行こう。広島のひまわり畑で撮るのって、うん、愛媛。広島のひまわり畑に行く足がないので、やっぱ愛媛ですかね。まあ愛媛だったら紹介もできるし、タウン情報とかにいつか使えるかもしれんけん、一石二鳥です。ルイさん、アイスありがとうございます。夏は苦手です。冬が好きなんですけど。いい色すぎない？ iPhone、 あ、白飛びするんか。いい水色って思ったけど白飛びしますわ。よいしょっと。水色、こんばんは。かき氷食べに行くのは楽しみかも、夏の楽しみ。去年めっちゃかき氷屋さん行ったんです。私タウン情報でも2つか3つ紹介したと思うんですけど、3つ4つかな。去年めっちゃかき氷行った。お父さんに送り迎えしてもらってかき氷屋行ったし。今日のお供はハニーラテ。あ、今日のラテ今日のラテハニーラテです。
甘い、甘さを求めて買いました。若いのにお父さんとお出かけなのはいい子感がすごい。いや、お父さんとお出かけではなく送り迎えです、かき氷の。なんだ、お父さんとお出かけではない、悪い言い方をすれば足です。こんばんは、かき氷送迎です。こんばんは。そんな綺麗なもんじゃないですよ。でもお父さんはおじさんなんですよ。だからかき氷とか食べないんです。カフェとか入れなくて、自分からあの入れないって言ってきたんですよ。でかき氷一緒に食べたらいいじゃんって言ったけど、いや、かき氷はちょっと店は入れんけん、お迎えだけでみたいな、迎えに来るけん食べ終わったら連絡してみたいな。おじさんだからちょっとおしゃれなカフェには入れないんですよ。似合わない、多分自覚あるから入れないらしいだから足です。食べるね、全然食べていいんだよ。そう、でもお父さんは入れんらしい。うちのパパと同じ。パパ入れます？いや、入れそうで。私の父さんもっと田舎の、なんか田舎のおじさんだから。そう、田舎のおじさんなんですよ。みんな都会のおじさんじゃん私の父さん田舎のおじさんだからダメなの。おしゃれなカフェとか入れない。誘ったよ、ちゃんと一緒に食べたらいいじゃんって。でもおしゃれなところには入れないからって言うんです。一人で行ってきてって。おじさんですって。愛媛の美味しいかき氷屋さんならいっぱい知ってる。愛媛、推し活じゃなかったらおしゃれなカフェ入らんでしょ。多分気になるんかね、周りが。浅南区、あんま分からんな。コメダしか入れん。私のお父さんコメダも入れんお母さんと行くコメダ。だけメイクしようって。いや、ゆきりかが払うって言った、ゆきりかが払うって言っても絶対入らん。値段の問題じゃなくて、もうカフェに入れないんだよ。だからもうそんなんじゃないから絶対入れない。今日肉じゃが作って食べた。えらい、すごい。雪帽子は店頭まで行って3回ぐらい引き返してる。え、ハードル高い雪帽子。アキアンさん、アイスありがとうございます。コメダはじいちゃんばあちゃんとかおるよね。そう、だからいつもなんかよくお母さんとモーニング行ったりするんですけど、じいちゃんばあちゃんが2人でモーニング来てらっしゃる方も多くて、あんなおじいちゃんばあちゃんいいねって。コメダのモーニングって11時ぐらいまでやってるんですよ。だから11時ぐらいにおじいちゃんおばちゃんがモーニング食べてるから、昼夜一緒に、昼夜一緒で
モーニングはジュース代にタダでついてくるから昼夜一緒でこれでいいじゃんって。無料で食パンと卵ついてくるんですけど、11時に食べたらさ、昼ご飯もばあちゃんにやったらそれでいいじゃん、食パンで。昼夜兼用でモーニング。じいさんばあさんがめっちゃいる愛媛の米だ。こんばんは。アイスはどんなアイスが好きって？アイスはラムレーズンが好きです。あと抹茶とキャラメル。雪帽子メニュー見てて若者が来たら逃げる？若者多いでしょ雪帽子って。勇気が大事ですね。猫さんアイスありがとうございます。ね、コメダじいちゃんばあちゃん多いよ。11時ぐらいモーニングギリギリぐらいの。でもさ、じいちゃんばあちゃんになっても一緒にモーニング行こうよっていうさ、仲の良さめっちゃ羨ましいと思うんだよね。めっちゃ仲良しじゃん、いいな。ばあさんコメダ行こうよってね、なるのがいいな。ね、理想のじいさんばあさんですよね。仲良くモーニング。雪帽子は私そんな言ってないからよくわかんないんだよね。このままだとじいさん単独になってしまう。じいさん単独モーニング。いいじゃん、一人で優雅な日々を過ごすのもありです。なっちゃんとはばあちゃんになってもカラオケ行けるって。でもなっちゃんとは県が違うんですよね。なんかいろんな県のメンバーが集まってるからさ、もうアイドルじゃなくなったら住んでるところがめっちゃ遠くなるから全然会わなくねみたいな。普通にね、地元が近いとかならね、ずっとなんか友達として付き合っていけるけど、県挟んだら結構きついよね。たまに思う、もう会わなくなるんかなって。村さんアイスありがとうございます。猫さんありがとうございます。ルカさん、村さんありがとうございます。何歳からじいさんだと思うって？65ぐらい。カイツさんアイスありがとうございます。ね、県外行ったらなかなか会わないよね。中学の時の友達は、まあ、仲いい人もいる。中学でも一人とか二人ですね。セーフだった？よかったです。65くらいじゃなかったっけ定年って。だからそんぐらいがおじちゃんかなって。おじいちゃん、おじいちゃん。でも最近の65歳って若いからね。おじいちゃん、じいさん
なたが何歳か分かんないけど、ね、定年65くらいだよね最近。まだそこまでは行っていません。なら若い、なら若い。最近の60歳とかめっちゃ若いですからね。普通に車運転してさ、どっか行くじゃん。車運転できなくなったらじいちゃんじゃない？でも私のじいちゃん70、80まで運転しよったけんな。80とかね。60は意外と若いんですよ。元気なのよ。そう、運転するうちは元気。運転できんくなったらじいちゃん。最近どんどん老けてしまいました。あんた若いだろ。とりあえず60までは今行きたいと思っておりますって。私、え、そりゃそうでしょ。逆に60までにさ、60まで行きたくないことないでしょ。よく髪が抜けますって。私もアイスありがとうございます。ホタテ屋さんありがとうございます。運転できなくなった？じゃあじいちゃんじゃん。定年 55？ 早いね。髪の毛は抜けるもんなんだよ。私もすごく抜けてますんで、いつも生え変わり大事。もうこれでいいや。75までのところある？いいね。いいんかな、それって。でもいいよね。いとしさん、アイスありがとうございます。あれ、定年した後にすることなくない？だから75まで。よいしょ、ちょっと扇風機切ります。うるさい。よいしょ、切りました扇風機。できたよ。こんばんは。ある？でも定年したらすることなくない？あるんかな。ね、将来でも父さんがずっと家にいるとか嫌なんだけど何かしてくれって。犬飼わなきゃ。こんばんは。畑？老後のために趣味作るね。お金のかからん趣味がいいよね。ね、犬飼いたい。犬は絶対飼う。竹内さん、アイスありがとうございます。一緒に住むだけ偉い。確かに一緒に住まんか。農家する人結構いる。マジ？一人でできるんかな農業。ノブローさん、アイスありがとうございます。手伝わんといかんのかいね。こんばんは。農業って難しいじゃん。永遠にドライブ？
いや、歳を取ったらね、長時間ドライブはね、腰が痛くなるんですよ。お父さんより腰が痛くなるんですよ。足腰が座ってたらずっとドライブなんてできなくなるんですから、若いうちにしといてください。うん、農家か、よくご存知。そう、父さんが言ってる、長時間ドライブきついって。日頃の運動、ね、座っとったら痛くなるらしい。やんやん。運転だいぶ面倒になってきた。マジどんぐらいならいける？片道。ドライブ好きやけんな、困るんだよね。でもお母さん結構運転するんですよ、何時間も。え、でも言うてこの前広島来れたけん、まあまだ平気か。広島3時間とか余裕ですわ。2時間くらい、2時間ならいける。神奈川から車でよく帰ってきてた。すごい。ひとしさん、アイスありがとうございます。こんばんは。お父さんがね、なんか運転全然まだまだいけるぜって感じだったら小豆島行きたいんだけど、運転で小豆島遠いからな。ちょっと技術しんどそうじゃない？車買うと彼女できやすい？そうなの？そんな年齢なの、あなたは。エンジェルリング。サージカルさん、アイスありがとうございます。アイス。車買っても彼女できませんでしたですって。ということは、車買っても彼女はできません。じゃんじゃん。こんばんは。いや、レンタカーか。レンタカーしたことないな。こんばんは。なんか何かが反応してこの辺が加工についてる。顔と認識されてるのかな。この前 TikTok で、車が趣味な男性はあまり好感がないって聞いて落ち込みました。まあそうだね、
女側からすると車は興味ないので。 M44 さんアイスありがとうございます。車種の話とかされてもついていけないし分かんないですから、まあ確かにあんまりなんとかの車がねとか言っても。こんばんは。何に興味を持てば好感度上がりますかって、料理なんやろな。犬とかペット。ライスさんアイスありがとうございます。ペットとか料理とか。いや車は分かんないよね。でも車好きな男性多そうだよね。お父さんも弟も好きだから多分男の人は車好きなんだと思うけど。外食あいいですよ。でも外食を許してくれる人いいですね。外食もったいないから外食ばっかすんなっていう派の人よりは一緒に外食を楽しめる人がいいですね。こんばんは。カレー作れたらかっこいい。まあカレーじゃあんまりそんな魅力は感じんけど、まあ作れないよりはマシかな。カレー。こんばんは。毎食外食ぐらいできるぐらい稼がないと。料理人してたので大体の女子には勝てるけど喜んでくれたのは最初だけです。料理人してたの？すごいじゃん。料理人ってめっちゃいいやん。お好み焼き作れる？いいね。ハンバーグは結構ポイント高いね。難しいし私の好きな食べ物だし。ハンバーグポイント高いです。藤うさぎさんアイスありがとうございます。意外と料理できたりします。嘘だ、見たことない。料理って難しいよね。なんか昨日目玉焼きを作ろうとしたら一瞬で目玉焼きの裏側が焦げたからなんでやと思いながら、誰でもできる簡単な目玉焼きなのに裏側が一瞬で焦げたんですよ。だからなんでって思いながら、フライパンがいけんのかってフライパンのせいにしました。ベイスさんアイスありがとうございます。目玉焼き弱火で作るのがコツ。じゃあ強かったんかなね。一瞬で黒焦げになったからさ、そこが上の方だけ食べた。ミニマロンさんアイスありがとうございます。ベイスさんありがとうございます。24フレットさんありがとうございます。
彼女のために弁当を作る男子。でも弁当は彼女が男性に作りたくない。逆がいいかも。ゆきりかはコロッた時は何食べてたって。ゆきりがコロッた時は普通に食欲はあったので全然デリバリーしてたね。カツ丼とかうどんとか。うどむさんアイスありがとうございます。みきやくんアイスありがとうございます。そう、味覚もあったし喉が痛いぐらいで普通に食欲あったから。でも外に出たらダメだったからデリバリーしかなかった。食欲ないならゼリーとかプリンとかでいいんじゃない。プリンとかうどんがいいよ。うどんがうん、顔はめっちゃ料理得意顔してる。料理できそう。あ、でも弁当屋さんで働いてたから。でも作ってたんですよ、カツ丼とか親子丼とか揚げ物とか野菜炒めとか、なんだろう、何があったかなと。チャーハンとか作ってたよ。チャーハンお店でやってた時は作れてたんだけどな。家で作ると難しいんだよな。ゆうぴょんさんかわいい、ありがとうございます。やっぱ専門のフライパンとかがいらんかな、あの大きな。作ってたから。中華鍋、そう、丸い中華鍋で作ってた。ハンバーガー屋さんも作ってたけど、あれは挟むだけなんでほぼミニゲームみたいな感じ。パンに挟んで乗せて乗せて挟んでくるんでほいみたいなミニゲーム。マジで頼まれたもん、レタス、チーズ、トマトみたいなゲーム感覚です。全然難しくない、乗せるだけ。肉焼いたりはするけど、そんな。でも月見バーガーがの時期はめっちゃ卵割った。一気に10個ぐらいあれ焼ける機会があるんですけど、あれはめっちゃやってた。卵めっちゃ割ってて、卵割るの上手くなった一時期。卵あれちゃんと割って焼いてるんですよ。元からああいう卵があってチンするだけとかじゃなくて、温めるだけじゃなくて焼いてるんですよ、卵割って。丸い形の焼くところに入れて焼くんですよ。あ、そう、店で焼いてる。24フレットさんアイスありがとうございます。だから人によって焦げてたり殻が入ってたり、まあ、殻は入らんと思うけどね。こんばんは。もうでも卵割るのが一時期得意。でも言うてね、それ4年前の話なんでもうあんまりあれですけど、得意なことでも4年放置したらね、そんな得意ではなくなる。割れるけど、
つ兄さんアイスありがとうございます。継続大事です。初見です、こんばんは。うなぎバターさんアイスありがとうございます。今日の夜ご飯は何にしますかって、今日はねでも4時頃に食べて帰ったのでびっくりドンキーでハンバーグです。昼夜一緒で食べました。こんばんは。もう食べたのだからお腹すきそうだけど、まあ、お腹すいたらなんか家にあるものをつまみます。韓国動画は毎週木曜日なのであさってになります。ご飯食べてくる、いってらっしゃい。アイスは今日はありません。こんばんは。ないよアイス。もやしものさんアイスありがとうございます。とっちゃんありがとうございます。あれ食べたい、ピンクのかき氷。あれってコンビニにあるんかな、氷って書いたかき氷のやつ。スーパーにある氷って書かれたピンクのかき氷、あれに牛乳かけて食べたい。いちご。お風呂上がりに食べるのが一番美味しいんですよ。お風呂上がりにお皿にあれ入れて牛乳かけて食べたらめっちゃ美味しい。実家で小さい頃やってた、小学生とか。こんばんは。韓国動画の宣伝してた、マジ。そう、わかる、あの氷って書かれたいちごのかき氷、スーパーにあるやつ、100円ぐらいの。あれに牛乳かけたら、練乳は甘すぎるから牛乳がいい、ちょうどおすすめ。群馬のちいかわ、送るん送り遅くなります。全然大丈夫だよ、転ってるんでしょ。お大事に。お風呂に入るのでって、いってらっしゃい。そう、ジャリジャリしたパックのやつです。そう、袋に入ってるピンクの氷って書かれたやつです。はじめまして。見たことない、マジ。西日本だけとかなんかな。愛媛はめっちゃあるよ、どこにでもあるけど。ラパンさんアイスありがとうございます。絶対画像見たらね、あ、それかってなる。画像プリーズ。そう、見た目保冷剤みたいなやつ。かき氷
いちご。スーパー。これです。これ。あ、東京には売ってないんだ。本当や、九州って書かれてるわ、これ。でも四国はあるんですよね。ないのかな、全国には。ね、よくコンビニにあるよね、愛媛は。そう。もしかしたら広島ないのかな。広島ある、それはよかった。こんばんは。中地鳥取ですけどありますよって。じゃあどこでもあるか。あれに、あれも牛乳かけて食べるのが美味しい。でも牛乳かけすぎたら味が薄くなるから少しだけ、まあ牛乳メインでみたいな感じにはなるけど、私は牛乳も好きなので牛乳を飲んでる感覚で。あのかき氷自体味がそんな濃くないから牛乳かけたら薄くなるけど、牛乳を飲むという感覚で食べれば。練乳甘すぎるじゃん。練乳かけすぎたら体に悪いから、私は牛乳です。博多ですがお腹いっぱいですって。デザートは別腹だろ。いろんな県行ってるね。大変だね仕事。たまごサンドさん、アイスありがとうございます。みきやくん、アイスありがとうございます。プリン食べるんだ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。うどむさん、アイスありがとうございます。やするぱんさんありがとうございます。 MM さんありがとうございます。こんばんは。お腹いっぱいになってきました。食べてるな、うなの。私もお腹はいっぱいです。何食べてるの？牛乳入れたら味薄くなるけど、まあほうちょっと味付いた牛乳みたいな感じ。まあ美味しいですよ。ザルそばと寿司食べ行ってる。それなかなか家では食べない組み合わせだよね。焼きそば食べました。いいね焼きそば、好きですよ焼きそば。バイダブルチーズバーガー、でかダブルにダブルじゃん。4枚ハンバーガー。スーパーの寿司か。ダブルのダブルじゃん。こんばんは。豚骨ラーメンと明太子と餃子、
食いすぎ。いいね、でも食を楽しんでる感じがして素晴らしいですね、毎日毎日。ラパンさん、アイスありがとうございます。素晴らしい生き方ですよ。喉が鳴った、流れていきました。平和です、良かったです。私もご飯好きなんだよね、食べるの美味しいもん。パワー、食堂です。なんか眠たくなってきた、お腹いっぱい超えたから。ぼーっとしよったら眠くなる。危ない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 。食にお金かけませんね、それもすごいと思う。なかなかできない。明日行けないので残念。何時くらいまでやる？まあ8時とか、長くて8時過ぎとかかな。8時ぐらいはとりあえず。そこにお金かけない、えらい。仕事ある日は毎日カレーですって。なんでカレーが出てくるの、食堂で。ブリ大根いいな、ブリ大根とか食べたい。ブリ大根実家の料理って感じ。あんまり店ではないよな。急いでお風呂入ってきます、いってらっしゃい。こんばんは。お、伊豆田さんアイスありがとうございます。アイス、アイスクリームね。親とお母さんがブリ大根作ってた。毎日お昼はマックで節約してますって。マックって節約なる？なんかあんまりならんくない？セット800円ぐらいするじゃん。節約言うたら500円以下に収めないとさ。マック意外とするよ。なるべく500円ぐらいでは。単品にしたらいいんか。ジュースは持参で。500円でセット食べれる？ある？江口がさ、以前500円だったけど今550ぐらいになってないっけ。値上がりしたよね。明日行けなくてすいません、アイス。いえいえ、お大事にです。ごゆっくり。1日1食で節約しています。私も1日だいたい1食。武田さんアイスありがとうございます。自炊したら1日200円ぐらいでいけるんかな。300円。こんばんは。一食に使う金額、でも一食だから罪悪感あんま感じないよね。
なんか伸びるくね顔、今伸びたくない？なんか顔認識がされてなさすぎてソファーと顔が一致してる。どこを顔やと思われたんじゃろ。背景がガヤガヤすぎて。この辺に顔認知されてる気する。1個100円でハンバーガー買えた時あったあった。ハンバーガー100円。今はね安くても130ぐらいなんかな。久保さんアイスありがとうございます。こんばんは。マックのアイスも多分100円じゃなくなったよね。昔はソフトクリーム100円だったけど。だからミスドも100円だったよね。そういやこの笑顔100円みたいな。この笑顔100円。ミスド意外とするからな今150円ぐらい。ポンデリング148円ぐらいするよね。150円ぐらい。めっちゃ値上がってるやん。昔100円だったのか。こんばんは。ケンタッキー高い。でもお昼のセット安いよ。お昼のセットはフレンチクルーラー162円めっちゃ上がってない？やばいな。ガタジェンさんアイスありがとうございます。昨日買ったんだドーナツ。ドーナツ日常的に食べるんだね。かわいいじゃん。照り焼き単品400円。定食食べれそう。もうちょっとで、ね、高いな。なんかお昼のランチセットみたいなのあるんですよ。ケンタッキー500円600円ぐらいでなんか安いセット。量はそのままで値段が上がるのと量が減って値段そのまま。量が減って値段そのままがいい。量減っても気づかないから。値段が変わったら気づくけど量多少減っても多分気づかないので。こんな小さかったっけなって思いながら食べるだけなんで、そっちがいいです。こんばんは。キャンパスボード買いました。やったー、ありがとうございます。キャンパスボード嬉しい。ケンタッキーはポテトの量が少ないから食べた気がしない。でも1本は1本太くない？1本1本が結構でもポテト感じるよね。芋芋感じるポテトだよね。ケンタ太めのポテト芋しっかり。黄昏さんアイスありがとうございます。油物控えてる偉い。快活のポテトがうまい。快活ポテト食べれるの。あ、宅配来た。